こんにちは、こんばんは、葵です。ジャーナルジャーニー、8回目、始めます。はい、前回ね、第5章、白芸の盾を終えました。いや、このね、章はね、良かったですよ。長かったしね、すごい読み応えがありましたね。それぞれの国のね、思惑もね、若干垣間見えましたし、うん。ただね、まだ5章なんですよ。はい。もう概要欄見ると全12章プラスアルファということなので、まだ半分もいってないんですね。うん、これからまだまだワクワクできますね。で、次です。王宮書記官の旅3ということは、例の青の衣装が似合う彼のパートですよね。彼お気に入りなんですよ。王子も好きだけど、うん、彼もいいんだよね。では参りましょう。第6章、王宮書記官の旅3、新暦1499年5月。はい、実はね、このゲームに関して僕の知らない仕様がね、ありまして、うん、前回の収録が終わった時点で制作者様自らがね、教えてくださったんですが、うん、こうやってね、テキスト読んでると時々ね、こうやって緑の文字が出てくるんですよね。時々ありましたよね。うん。これって実は、そこに触れると、ほら、なんと注釈が出るんですね。すごい便利仕様じゃないですか。うん。例えばこの場合は、アイソレシアのティップスということですね。ダムイの村出身の少女。新郎祭の練習で狼に扮しているところを襲われ、左手を失った。あ、これは、王子がやっちまったやつなんだよね。まあ、あの時もなんか王子、様子おかしかったからね。うん。こうして、なんか時々、こういった場面が出てきたら、気になるところは読んでいきたいと思います。では行きます。アイソレシアはゆっくりと猫の手の表面に原動力を流し込んだ。すると猫の手は青白く発光し、表面を覆う毛が逆立ち始めた。猫の手。アイソレシアはそれを確認すると手のひらを上へ向け、今度は肉球の部分に意識を集中した。そしてその肉球の部分だけ原動力が薄くなるイメージを頭の中で描いた。猫本体はどこにいんの？猫の手がゆっくりと握られていく。そうね。やっぱり押すイメージではなく引くイメージみたいだわ。押す引く。なんか柔道とサンボの違いみたいな。アイソレシアは今やグーとなった猫の手を満足そうに見つめていた。アイソレシアが猫の手と呼んでいるものは、正確には猫の手を模した手袋のようなものだ。あ、なるほどね。ミトンみたいな感じかな。本来の使い道は手袋ではなく、木の実や乾燥した豆類などを中に入れて持ち運ぶためのものだが、袋か。小柄なアイソレシアはこれを手袋のように使っていた。失われた左手をアイソレシア自身は隠すことに無頓着だったが、旅先の村々で奇異な目を向けられることにジャニーが哀れんだようだ。あ、ジャニーね。うん。モアモア国の王宮書記官。本編のもう一人の主人公。あ、そうだったのか。もう確かにもう一人の主人公だね。うん。そんな折、旅のキャラバン隊から買い付けてきたようだが、その時のことは今でも覚えている。猫の手を高々と掲げ、いいものがあったぞ。と、笑顔で駆け寄るジャニーが、木の根につまずき、大きく転んだのがおかしくてたまらなかった。うん。ちょっと抜けたところあるのかな、ジャニーって。あの村での出来事以来、初めて心から笑えた出来事だった。いや、なんかいいエピソードですね。そして、無理やりだったが、このジャニーという男についてきてよかったと思えた瞬間でもあった。アイソレシアが猫の手の訓練を終え、ふっと顔を上げると、森の木々の向こう、オボステムシの上空が明るくなっていることに気がついた。このオボステムシがね、今ちょっと、やばいんだよね。うん、都市国家。現在は三国により分割統治されている。複雑なんだよね、今。政治的にも。あ、これは、この光ってもしかして、まだ日が昇る前だというのに、オボステムシの上空に綺麗な虹がかかっていた。いや、それ虹っていうか、アイソレシアが虹を眺めていると背後から声がした。もう来てんのか？
焚き火の向こうで横になっていたジャーニーが体を起こし、眠そうな目でこちらを見ている。あ、隣に寝てんのはこれ。あ、あの若い業者だね。あ、ちっちゃい宝箱。私物が入ってんだな、これ。あれ、何かしら?アイソレシアは猫の手で虹を刺した。あ、これ、うん、猫の手を自分の手の代わりにしようと訓練してるって感じでしょうかね。わざわざ猫の手で刺すから。それにつられてジャニーも寝ぼけた目で猫の手の先を眺めた。あ、なんか大きくなってる。二人がぼーっと虹を見ていると、その虹はみるみるうちに膨らんでいった。何か、おかしいぞ。やっぱりあれだよね。例の。背後でジャニーがつぶやくと一瞬の後、雷のような地響きがヒイラギの森を包み込んだ。爆発?え、この中心にあの彼らはいたんだよね。大丈夫?アイソレシア、馬車に乗れ!ジャニーが慌てて魚車を叩き起こしに行った。ボロボロじゃん。オボステムシは騒然としていた。え、ここでボロボロだからもう。え、なんかすげえ犠牲とか出てそう。街のあちこちで火の手が上がり、逃げ惑う住民に混じって略奪が始まっていた。ひどいありさまだな。ジャニーは街の様子を見ながら呟いた。ねえ、ジャニー、一体何があったのかな?魚車が尋ねる。わからん。だが、あの虹の爆発のせいだろうな。アイソレシアは見てたんだろ?ジャニーは横に座るアイソレシアに顔を向けた。最初からじゃないわよ。気がついたら明るくなってて。あ、宝箱。そうか。じゃああんな朝っぱらから何してたんだ?これよ。アイソレシアは猫の手をチョキの形にしてそんなんできるの?ジャニーの顔の前に突き出した。あ、お前、それ動かせるのか?ジャニーの顔が引きつってる。驚いたかしら。アイソレシアはいたずらっぽい表情を浮かべると、そのまま猫の手をグーにして、勢いよくパッと広げてみせた。それグーチョキパーできるってことじゃん。じゃんけんできそう。今朝方、虹の爆発を見てから、オボステム市に到着するまでジャニーの馬車で半日かかった。うわぁ、なんか、石畳にも壁にも穴開いてるわ。街が近づくにつれ、逃げ出す住民と多くすれ違ったが、思っていた以上に街の状態はひどいものだった。え、王様、大丈夫?これじゃあ逃げ出すのも無理はないか。ジャニーはため息混じりに呟いた。なんだろう、あれ、なんだろう、あの、盾が暴走した感じなのかな?ジャニーたちが街を流れるボアム川、といっても今はドブ川のようだが。に近づくと傷だらけの兵士の一団があった。あ、この人たちはというか真ん中にいるのあの頑固な彼じゃない？あ、というかあのフルメールの人たち、あー、なんか横たえられてる。みんなあちこちから血を流し、中には意識のない者も混じっていた。犠牲になっちゃったんかな。ボロボロの格好だが、軍服からボアムの警備兵と分かったのは、ジャニーもまたボアムの王宮に仕えていたからだった。あ、ボアムってのは、肥沃で広大な土地なんだね。すまない。何があったか聞かせてくれないか。俺はボアムの書記官だ。そう言ってジャニーは馬車から降り、傷だらけの兵士たちの中に入っていった。あの緑の彼いるよね。意識がない兵士の手当てをしていた大柄な兵士がジャニーに気づき立ち上がった。王宮の?そう言いながらジャニーの肩越しに馬車をちらっと見た。確かに王宮の馬車だな。それにしては対応が早いな。王はなんと対応が早いっていうか、まあね、王子を、まあ監視じゃないけどね。まあついてきただんだもんね。いや、この事態の使いで来たわけではない。ジャニーがことの成り行きを説明した。なるほど。大柄な兵は納得したらしかった。あ、それで何があった?ジャニーがペンを取り出した。何があったって言われても、我々にも何が何だか、兵士も困り顔だ。怒ったことを言ってくれ。ジャニーが促す。
てかもう橋も分断されちゃったんだ。そうだな、明け方だよ。そこの詰め所でいつものように寝ていた。当直だったからな。そうしたらいきなりだ、すごい音とともに吹き飛ばされた。もう何が何だかわからなかったよ。気づいたら詰め所はバラバラだし、隣で寝ていた部下の姿もなかった。詰め所がバラバラでよく無事だったな。ジャニーは大柄な兵士をまじまじと見た。ああ、当直の交代が近かったから鎧を装備したまま寝ていた。ああ、多分これがなかったら死んでいたよ。まあこれを着てても外にいたら素体のようにダメだっただろうが、ああ、今そこで横たえられてる人でしょうかね。大柄な兵士が涙ぐんだ。素体、ジャニーが聞いた。ああ、当直で端にいたやつだよ。ああ、畜生、俺が見に行った時にはもう。そうか、すまない。ところであれは？ジャニーはペン先で視聴者のあった方を刺した。吹き飛んださ。え？全部？あそこが一番ひどい。多分あそこで爆発が起こったんだろう。見てみろ。視聴者を中心に街の4分の1が吹き飛んでる。一体どんだけの人が犠牲になったのか。うん、そうだよね、やっぱり。ジャニーは改めて視聴者の方に目をやった。兵士の言うように、どうやら爆心地は視聴者らしかった。ユアレスが占拠していたムンガは東の視聴者区が壊滅している。ムンガはね。なあ、ユングル薬剤師はどうなったかな？ユングル薬剤師。おー、薬屋ね。ジャニーがペンを走らせながら呟いた。ん？薬剤師？視聴者の隣にあったやつか？ああ。ダメだろうな。薬剤症どころかユガレスはフッカオも含めてほぼ全滅だろうな。兵士が首を左右に振っている。これは偉いことですよ。何？フッカオも視聴者にいたのか？ジャニーは聞き返した。そうだ。知らなかったのか？ユガレスが進行した後は視聴者が往生となっていた。ユガレスの中枢はほとんどここだったんだ。これでは一網打尽だな。他国とはいえ気の毒なことだ。ユガレスは終わりかな。ジャニーは探りを入れた。だろうな。復活を亡き後のユガレスじゃ、オークの餌食だろ。ああ、そうか。オークおこい。あ、そうか。オークって結構、そういった技術が発達してんだ。先端科学である原動物理学に力を入れてる。多分このどさくさに紛れてユガレス進行の準備でも始めるんじゃないかな。兵士は壊滅した視聴者を遠い目で見ている。ジャニーは急いでペンを走らせた。新暦1499年5月復活を死亡。それも書いちゃっていいの？いやー、無事だと思うんだけどね。王子守ってたから。またこれと同時にユガレス軍壊滅、多くの進行は懸念されるか。ちょっとした絶望だね。というかね、今画面上で大惨事が起きてるわけじゃないですか。もうそれをドット絵で表現してるってすごいなって思ってて、もう今のゲームってもうポリゴン全盛でフォトリアルなんですよね、今すでに。でもそれと同時に、まあドット絵もすごい見直されてて、すごいドット絵って確立されてるんですよね。で、これもそうで、ドット絵でしかも動いてもいないんですよ。で、それが逆にね、僕にとってね、この、自分の想像力をかき立てられるというか、想像というかもう僕の場合妄想なんだけど、うん、妄想力がかき立てられてますね。まあ、ここは想像と言っておこう。うん。しかし、一大事だな。ジャニーはブツブツと独り言を言いながら手帳に書き留めていた。そういや、王子だが、やっと王子の話になった。兵士が王子のことを話し出した。王子ね。そう、本編の主人公なんですよ。なんだ？ジャニーは顔を上げた。この街にいたんだよ、昨日まで。あ、それは把握してんじゃないかな？なんだと？あ、知らんかった。ジャニーは驚いた。そいつはどこに？ジャニーは続けて質問した。さあ、あの爆発に巻き込まれてなければいいがな。というか、それを起こしたことになってんのかな。
昨日もユガレスの奴らと一悶着あってな。王子がそれを止めたんだが、兵士が口ごもる。止めたんだが、どうした？ジャニーが先を促す。どうしても復活王に会いたいって言ってたんだ。それでユガレスの兵を引き連れて視聴者に侵入した奴を探すとかで。視聴者に侵入？あ、数日前だが復活王の暗殺未遂事件があったんだ。それでユガレスもピリピリしていたところにまた侵入者だ。そいつはボアムの領土に逃げ込んできたもんだから、そいつを探し出して復活王に引き渡すつもりだったんじゃないかな。それでその侵入者を捕まえたのか？ジャニーが尋ねる。捕まえたというか、まあ一緒に行ったというか。いや、それはわからん。だが夜に新聞社のやつと王子が一緒に視聴者の下水道に入っていくのを見たって言ったやつがいた。あ、目撃もされてたんか。新聞社のやつと下水道に？侵入者を捕まえるはずなのに、なんで下水道なんかに？ジャニーには疑問だらけだった。もう王子の行動はちょっと、やっぱり、予測つかんのかね。だからそれはわからん。詳しく聞きたければ新聞社にでも行ってみたらどうだ。あの辺は被害も少ないだろうからな。そうだな、姉さんのことも心配だしな。ジャニーはボソッと言った。そう、姉さんがいるんだよ。なんだ？兵士が聞き返す。いや、新聞社はオボステムタイムズかい？そう、新聞社。そう、ジャンセンレポートとして不定期に貼り出される壁新聞が人気とのこと。あ、赤いベレー帽はそうだろうよ。そうか、大変な時にすまなかった。馬車に幾分かの薬がある。そこの御車からもらって兵たちに使ってやれ。そう言うとジャニーは御車に薬を出すよう命令した。うん、ジャニーは、気配りが細やかだよね。港の周辺は被害もなく、建物はしっかりしていたが、やはりここも人でごった返していた。新聞社の前だね、これ。船で町を離れる人も多いのか、桟橋には人の列ができていた。船で逃げるったって、どこに行くんだ？ジャニーはそんなことを口走りながら、オボステムタイムズの扉を開けた。どうだろう、これ。ジェニー、よかった。無事だったな。ジェニーじゃないよ。ジェニーはお姉さん。ジャニーの双子の姉だからね。ここの記者で好奇心旺盛。それは一緒なんかな、やっぱり。てか、この人はもしかしてあの白い髪だから、ねえ、そう言って白髪のお恋人が飛びついてきた。お恋人ね。わ、ちょっと待て。お姉さんじゃない。間違えたってことは、ジャニーはいきなりの出来事にたじろぎ、そのお恋人を突き飛ばした。突き飛ばさんでも。おい、俺はジェニーじゃないぞ。よく見ろ。間違うほど似てんだ。ジャニーはペンを拾いながら言った。ま、男女の双子って、僕も知り合いにいるけど、似てるからね、確かに。突き飛ばされ、尻餅をついたお恋人は目をパチパチさせて、ジャニーの顔を見つめている。ジャニーは俺の姉だ。姉さんを知ってるのか？ジャニーは未だ無言で尻餅をついてるお恋人に向かっていった。彼無事だったんだね。何かに気づいたのか、お恋人はゆっくりと立ち上がって、もう一度まじまじとジャニーの顔を眺めた。色も違うでしょ、服の。いやー、それにしても似てるな。そうか。お恋人はゆっくりとそう言って続けた。ジェニーから聞いてるよ。双子の弟がいるって。俺はガウスだ。ジェニーの同僚だな。なんかいろいろジェニーに感謝されてんだよね。先輩で。ジェニーの上司。そう言ってガウスは握手を求めてきた。いや、今そういう場合じゃないんだよね。ジャニーは握手をしながらガウスに尋ねた。姉さんは無事なのか？どこにいる？それがわからない。俺もさっきここに戻ってきたばかりだ。それにしても一体何が起こってるんだ？いや、ガウス、あなたをね、助けに来たんだけどな。それはこっちが来たよ。爆発があった時、どこにいたの？ジャニーは辺りを見回しながら尋ねた。俺は、牢屋だ。あ、なるほど。視聴者の牢屋だな。
帰って無事だったわけかな。本当か？視聴者にいたのか？それにしてはよくあの爆発で死ななかったな。ジャニーはびっくりしている。あ、牢屋が地下にあって助かった。しかしなんで牢屋なんかにいたんだ？ジャニーが質問した。まあそれがな、昨日ジェニーと一緒に視聴者に取材に行ったんだ。その帰りにジェニーとはぐれちまってな、運悪くユガレスの兵に捕まっちまった。取材？そうか、視聴者に侵入したってのはお前らなのか。ジャニーは手帳をめくる。まあ言い方によっちゃそうだがガウスは少し申し訳なさそうだ。何やってるな。それで姉さんは？ジェニーとはそれっきりだ。ここで落ち合う手はずだったんだが、俺が捕まっちまってたからな。ガウスはボリボリと頭をかいている。そうか、じゃあ家の方か。いや無事だとは思うけどね、王子がいるから。いやどうかな、さっき上でジェニーの机を調べたらこんなものがあった。あ、あれか。そう言ってガウスは何かの紙切れを手渡してきた。それボアムの紋章だろ。スケッチしたやつね。ガウスが続ける。ジェニーが書いたみたいなんだが、裏にも王子がどうたらこうたらと記事になっててよ。ジャニーはさっと記事に目を通した。そうらしいな。どうやらあいつと姉さんがここにいたみたいだな。だろ？やっぱりそうか。ガウスは何か思い当たることがあるみたいだ。じゃあきっとジェニーは今も王子と一緒だろう。それなら安心だ。ガウスはそう言ってちょっとほっとした顔つきになったが、逆にジャニーの顔からは血の気が引いた。どうした？ガウスが尋ねる。あいつと一緒？それはまずいぞ。ジャニーが小さな声で言った。ガウス、視聴者にはどうやって潜入する？まさか下水道か？そうだよ。なんで知ってんだ？ガウスが疑問を口にする。あいつとジェニーが爆発前に下水道にいたって証言があるんだよ。そんな確かか？ガウスも青ざめている。おい、じゃあなんだ、ジェニーがボアムの王子と視聴者を爆破したのか？おい、ボアムにそんな計画があったのか？おい、どうなんだ、お前もボアムなんだろ？おい、聞いてるか、ジャニー。こんなテロまがいのことをジェニーにやらせたのか？ガウスがわめき散らしているが、ジャニーの耳には届かなかった。姉さん、なんであいつなんかと。ジャニーの心に不安の波が押し寄せてきた。ああ、終わった。いやー、無事だとは思うけどね、さすがに主人公だしな。あ、でも何が起こるかわからん。ということで、今回はここまで。はい、次回は新聞記事1。いきます。それでは、ご視聴ありがとうございました。つっつっく。